なんだろう、あ、でもこれも3分の1だから、あと全部見つけたもん、あと2枚見つけたもん、見つけたもん、考えないで、あー、あ、違う、離れた、あー、離れた、助けて、ちょ、リーさんがそれやってて、あ、分かった探そう、どうやって挟んでるのかな、え、分かった、あ、あった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 、そしてココアの口が口、うん、血が死になってまただ。ってことはし、ちちりとりの血を死に変えて読んでみればいいんじゃない？しりとり。あ、しりとりだ。あ、しりとり。魔法しりとり？魔法ちゃん、あ、そういうこと？え、し、魔法しりとり？あ、これ？え？これ合ってる？魔法し、ご注文は魔法しりとりを読むことですか？え、待って、え、ひとりここじゃ横じゃなくて？魔法しりとりここ横じゃない？違うかな？横じゃない？ひとりって横だよね？いや、多分横、横横だから、ここのいい感じのここ、ここを読むみたいな、あ、そうなんだ、ね、そう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 、これが、これがクロスワード的なやつだよね、そうだよ、そう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 です、え、なんで？なんか魔法しりとりって、でもなんだろう、魔法しりとりじゃなくて、多分でもさ、星？星だってさ、なんだろう、星を読むこと読めないよね、わかんない、合ってるかな、え、これ合ってるか合ってないかは合ってる、どこに聞けばいいんだろう、本当だよね、あ、確かに誰に聞けばいいんだ、魔法しりとりかもしれないし、あ、どう、あ、え、合ってる、そこからの、え、なに、え、じゃ違うんだ、え、なんでなんで、もうここまでは合ってる、こっからまたなんかステップ、じゃあもう魔法しりとりをしていくしかないんじゃない、ステッキーとか魔法しりとりさーって終わっちゃう、難しいよ、魔法しりとり、あ、星は合ってる、え、何、注文は星を読むことですか、え、ね、こういう時ってさ、なんか問題文にさ、なんかない、ヒント的な、なんか罠が あったりしますよ ね、 そういう法則あるよね、読み方が違うとかね、スターを読む、スターをリーディングするからみたいな感じかな、そういうこと、オーダー、オーダー、オーダーは星ですか、分かった人とかいるのかな、分かった人いました、ちょっと謎解きのこの正解を見てみましょうというか、ね、お願いします、正解、え、何、え、なんて、上のパネルの計算式を解くと丸が2、三角4、四角1となります、これは合ってたね、うんうん、これは分かりました、分かった分かった、うんうん、そして、この、下の表に当てはめていくと、魔法うなので答えは魔法です、合ってる合ってる合ってる、そして、左は八が橋、口が串となっているので、ちが死に置き換わっていることがわかります。わかりました、うんうんうん。できたよ。できたね。うん、で、ちが死になっているから、ちりとりはしりとりになります。つまり答えはしりとりです。うん、合ってるじゃん。合ってるじゃん。魔法しりとりじゃないのか。なんで魔法しりとりじゃないの？そして、キーワードを入れると星を読むという問題が出てきます。今までの問題用紙やパネルの中から星を探します。星なんかあったっけ、
星だと？ここか？あ、あ、そっか、これ？は？え、なに？それ？そ、これの？これのってこと？ほ、星？これの？ほと？目？え、なんで？え、なんで目？星じゃなくて、星ないよね？え？ない。星を読む。でも星印はここにしかない。星、あ、星マークのある場所を読むと？星マークなんてある？ここにあるの。え？なんで？あ、あ！ここに見えるかな、ほら目のところ星マークがうっすら背景のところにね、それでプラスさっきの、あ、これだ、こっちもこっちもマーのとこに星がついてて、豆、ま、豆じゃない、豆じゃなくて、ね、もう一個あるみたい。え、あ、これこれこれ、このチリトリのチのとこにも、こっちか。チマメ？チマメ！あー、チマメ！星マークがある場所の文字を読むと、チマメという言葉が出てきます。最後のキーワード、チマメが出てきたら正解となります。難しい！でも惜しかったよね。いいとこまで行ってた。惜しかった。すごい楽しい。ね、楽しい。なるほど。あ、そうだった、そうそう、これは。はい、というわけでですね、謎めいたの謎解きを体験していただいたわけですが、いかがだったですか？楽しかった、本番も楽しみになったね。そうですね、すごい楽しかった。いい練習になったよ。いい練習になりました ね、 皆さんもちょっと、それではそろそろお時間です。はい、この時間のお相手は、血の役の水瀬祈りと、マヤ役の徳井空と、メグ役の村川理恵でした。